桜のののの花が咲くと人々は酒をぶら下げたり団子を食べて花の下を歩いて「絶景だの春らんまんだの」と浮かれて陽気になりますがこれは嘘です。なぜ嘘かとと、しますと 桜の花の下へ人が寄り集まって酔っ払ってゲロを吐いて喧嘩してこれは江戸時代からの話で大昔は桜の花の下は恐ろしいと思っても絶景だなどとは誰も思いませんでした近頃は桜の花の下といえば人間が寄り集まって酒を飲んで喧嘩していますから 陽気で賑やかだと思い込んでいますが、桜の花の下から人間を取り去ると恐ろしい景色になりますので、能にも去る母親が愛事を一さらいにさらわれて子供を探して発狂して、桜の花の満開の林の下へ来かかり、見渡す花びらの影に子供の幻を描いて、 狂い死にして花びらに埋まってしまうこのところ小生の打足という話もあり桜の林の花の下に人の姿がなければ恐ろしいばかりです昔鈴鹿峠にも旅人が桜の森の花の下を通らなければならないような道になっていました。 花の咲かない頃はよろしいのですが、花の季節になると旅人はみんな森の花の下で気が変になりました。できるだけ早く花の下から逃げようと思って、青い木や枯れ木のある方へ一目散に走り出したものです。一人だとまだ良いので、なぜかというと花の下を一目散に逃げて、 当たり前の木の下へ来るとほっとして、やれやれと思って済むからですが、二人連れは都合が悪い。なぜなら人間の足の速さは各人各用で一人が遅れますから、おい待ってくれ後ろから必死に叫んでもみんな気違いで友達を捨てて走ります。 それで鈴鹿峠の桜の森の花の下を通過した途端に今まで仲の良かった旅人が仲が悪くなり相手の友情を信用しなくなります。そんなことから旅人も自然に桜の森の下を通らないでわざわざ遠回りの別の山道を歩くようになりやがて桜の森は街道を外れて 人の子一人通らない山の静寂へ取り残されてしまいました。そうなって何年か後にこの山に一人の山賊が住み始めましたがこの山賊は随分無ごたらしい男で街道へ出て情け容赦なく着物をはぎ人の命も立ちましたが こんな男でも桜の森の花の下へ来るとやっぱり恐ろしくなって気が変になりました。そこで山賊はそれ以来花が嫌いで花というものは恐ろしいものだな、なんだか嫌なものだ。そういう風うに腹の中ではつぶやいていました。花の下では 風がないのにゴーゴー風が鳴っているような気がしました。そのくせ風がちっともなく一つも物音がありません。自分の姿と足音ばかりでそれがひっそり冷たいそして動かない風の中に包まれていました。花びらがポソポソ散るように魂が散って。 命がだんだん衰えていくように思われます。それで目をつぶって何か叫んで逃げたくなりますが、目をつぶると桜の木にぶつかるので、目をつぶるわけにもいきませんから、一層気違いになるのでした。けれども山賊は落ち着いた男で、後悔ということを知らない男ですから、これはおかしいと考えたのです。 一つ来年考えてやろう、そう思いました。今年は考える気がしなかったのです。そして来年花が咲いたらその時じっくり考えようと思いました。毎年そう考えてもう十何年も経ち、今年もまた来年になったら考えてやろうと思って、 また年が暮れてしまいました。そう考えているうちに、はじめは一人だった女房が、もう七人にもなり、八人目の女房を、また街道から、女の亭主の着物と一緒にさらってきました。女の亭主は殺してきました。山賊は、 女の亭主を殺す時からどうも変だと思っていました。いつもと勝手が違うのです。どこということはわからぬけれどもへんてこで、けれども彼の心は物にこだわることになれませんので、その時も格別深く心に留めませんでした。山賊は初めは男を殺す気はなかったので、身ぐるみ脱がせていつもするように、 とっととうせろと蹴飛ばしてやるつもりでしたが女が美しすぎたのでふと男を切り捨てていました彼自身に思いがけない出来事であったばかりでなく女にとっても思いがけない出来事だった印に山賊が振り向くと女は腰を抜かして彼の顔をぼんやり見つめました 今日からお前は俺の女房だと言うと女は頷きました。手を取って女を引き起こすと女は歩けないからおぶっておくれと言います。山賊は承知承知と女を軽々と背負って歩きましたが険しい上り坂へ来てここは危ないから降りて歩いてもらおうと言っても女はしがみついていやいや 嫌よ、と言っておりません。お前のような山男が苦しがるほどの坂道をどうして私が歩けるものか考えてごらんよ。そうかそうかよしよし。と男は疲れて苦しくても高機嫌でした。でも一度だけ降りておくれ。私は強いのだから。 苦しくて一休みしたいというわけじゃないぜ。目の玉が頭の後ろ側にあるというわけのものじゃないから、さっきからお前さんをおぶっていてもなんとなくもどかしくて仕方がないのだよ。一度だけ下へ降りてかわいい顔を拝ましてもらいたいものだ。いやよいやよ。と、また女はやけに首ったまにしがみつきました。 私はこんな寂しいところに一時もじっとしていられないよ。お前のうちのあるところまで一時も休まず急いでおくれ。さもないと私はお前の女房になってやらないよ。私にこんな寂しい思いをさせるなら私は舌を噛んで死んでしまうから。よしよし、わかった。お前の頼みは何でも聞いてやろう。山賊はこの美しい女房を相手に。 未来の楽ししみをを考えて、解けるような幸福を感じました。彼は威張り返って肩を張って前の山後ろの山右の山左の山ぐるりと一回転して女に見せて「これだけの山という山がみんな俺のものなんだぜ」と言いましたが女はそんなことには点で取り合いません。 彼は意外に、また残念で。いいかいお前の目に見える山という山、木という木、谷という谷、その谷から湧く雲まで、みんな俺のものなんだぜ。早く歩いておくれ。私はこんな岩昆布だらけの崖の下にいたくないのだから。よしよし、今に家に着くととびきりのご馳走をこしらえてやるよ。 お前はもっと急げないのかえ走っておくれ。なかなかこの坂道は、俺が一人でもそうはかけられない難所だよ。お前も見かけによらない育児なしだね。私としたことが、とんだ会所なしの女房になってしまった。ああ、これから何を頼りに暮らしたらいいのだろう。何をバカな、これぐらいの坂道が。 ああ、もどかしいね。お前はもう疲れたのかえバカなことを。この坂道を突き抜けると、しかも叶わぬように走ってみせるから。でもお前の息は苦しそうだよ。顔色が青いじゃないか。何でも物事の始めのうちはそういうものさ。今に勢いの弾みがつけば、 お前が背中で目を回すぐらい早く走るよ。けれども山賊は体が節々からバラバラに分かれてしまったように疲れていました。そして我が家の前へたどり着いた時には目もくらみ耳も鳴り、しわがれ声の一切れを振り絞る力もありません。家の中から七人の女房が迎えに出てきましたが、 山賊は石のようにこわばった体をほぐして背中の女を下ろすだけで精一杯でした七人の女房は今までに見かけたこともない女の美しさに打たれましたが女は七人の女房の汚さに驚きました七人の女房の中には昔はかなり綺麗な女もいたのですが 女は薄気味悪がって男のせい知りぞいて「この山女は何なのよこれは俺の昔の女房なんだよ」と男は困って「昔の」という文句を考えついて加えたのはとっさの返事にしてはよくできていましたが女は容赦がありません。 まあ、これがお前の女房かえそれはお前。俺はお前のような可愛い女がいようとは知らなかったのだからね。あの女を切り殺しておくれ。女は一番顔形の整った一人を指して叫びました。だってお前、殺さなくっとも女中だと思えばいいじゃないか。お前は私の亭主を殺したくせに、 自分の女房が殺せないのかえお前はそれでも私を女房にするつもりなのかえ男の結ばれた口からうめきが漏れました男は飛び上がるように人踊りして刺された女を切り倒していましたしかし息つく暇もありませんこの女よ今度はそれこの女よ 男はためらいましたが、すぐずかずか歩いていって、女の首へざっくりと段平を切り込みました。首がまだコロコロと止まらぬうちに、女のふっくらやのある透き通る声は、次の女を指して美しく響いていました。この女よ、今度は。指刺さ,された女は、両手に顔を隠して、キャーという叫び声を張り上げました。 その叫びに振りかぶって、ダンビラは宙をひらめいて走りました。残る女たちは、にわかに一時に立ち上がって、四方に散りました。一人でも逃したら承知しないよ。藪の影にも一人いるよ。神亭一人逃げていくよ。男は血刀を振り上げて、山の林を駆け狂いました。たった一人、 逃げ遅れて腰を抜かした女がいました。それは一番醜くてびっこの女でしたが、男が逃げた女を一人余さず切り捨てて戻ってきて、無造作にダンビラを振り上げますと、いいのよ、この女だけは。これは私が女中に使うから。ついでだからやってしまうよ。バカだね。私が殺さないで遅れと言うのだよ。 ああ、そうか、ほんとだ。男は血刀を投げ捨てて尻餅をつきました。疲れがどっとこみ上げて目がくらみ、土から生えた尻のように重みがわかってきました。ふと静寂に気がつきました。飛び立つような恐ろしさがこみ上げ、ぎょっとして振り向くと、女はそこに、 いくらかやるせない風情で佇んでいます。男は悪夢から覚めたような気がしました。そして目も魂も自然に女の美しさに吸い寄せられて動かなくなってしまいました。けれども男は不安でした。どういう不安だか、なぜ不安だか、何が不安だか。 彼にはわからぬのです。女が美しすぎて、彼の魂がそれに吸い寄せられていたので、胸の不安の涙立ちをさして気にせずにいられただけです。なんだか似ているようだな、と彼は思いました。似たことがいつかあった。それは、と彼は考えました。 ああ、そうだ、あれだ。気がつくと彼はびっくりしました。桜の森の満開の下です。あの下を通るときに似ていました。どこが何がどんな風に似ているのだかわかりません。けれども何か似ていることは確かでした。彼にはいつもそれぐらいのことしかわからず、 それから先は分からなくても気にならぬたちの男でした山の長い冬が終わり山のてっぺんの方や谷のくぼみに木の影に雪はぽつぽつ残っていましたがやがて花の季節が訪れようとして春の兆しが空一面に輝いていました今年 桜の花が咲いたら、と彼は考えました。花の下に差し掛かる時はまだそれほどではありません。それで思い切って花の下へ歩き込みます。だんだん歩くうちに気が変になり、前も後ろも右も左もどっちを見ても上にかぶさる花ばかり。森の真ん中に近づくと、 恐ろしさにめくらめっぽうたまらなくなるのでした。今年は一つ、あの花盛りの林の真ん中でじっと動かずに、いや、思い切って地べたに座ってやろう、と彼は考えました。その時この女も連れて行こうか。彼はふと考えて女の顔をちらと見ると、 胸騒ぎがして慌てて目をそらしました。自分の腹が女に知れては大変だという気持ちがなぜだか胸に焼け残りました。女は大変なわがまま者でした。どんなに心を込めたご馳走をこしらえてやっても必ず不服を言いました。 彼は小鳥や鹿を取りに山を走りました。イノシシも熊も取りました。ビっコの女は木の芽や草の根を探してひねもす林間をさまよいました。しかし女は満足を示したことはありません。毎日こんなものを私に食えというのかえだってとびきりのごちそうなんだぜ。 お前がここへ来るまでは10日に一度ぐらいしかこれだけのものは食わなかったものだ。お前は山男だからそれでいいのだろうさ。私の喉は通らないよ。こんな寂しい山奥で夜の夜長に聞くものといえばフクロウの声ばかり。せめて食べるものでも都に劣らぬ美味しいものが食べられないものかね。都の風がどんなものか。 その都の風をせき止められた私の思いの切なさがどんなものか、お前には察知ることもできないのだね。お前は私から都の風をもぎ取って、その代わりにお前のくれたものといえばカラスやフクロウの鳴く声ばかり。お前はそれを恥ずかしいとも無言らしいとも思わないのだよ。女の演じる言葉の道理が男には飲み込めなかったのです。 なぜなら男は、都の風がどんなものだか知りません。見当もつかないのです。この生活、この幸福に足りないものがあるという事実について、思い当たるものがない。彼はただ、女の演じる風情の切なさに当惑し、それをどのように処置してよいか、目当てについて、何の事実も知らないので、もどかしさに苦しみました。 今までには、都からの旅人を何人殺したか知れません。都からの旅人は、金持ちで所持品も豪華ですから、都は彼の良いかもで、せっかく所持品を奪ってみても中身がつまらなかったりすると、チェこの田舎者目、とか、土白症目、とか罵しったもので、つまり彼は、 都についてはそれだけが知識の全部で、豪華な所持品を持つ人たちのいるところであり、彼はそれを巻き上げるという考え以外に余念はありませんでした。都の空がどっちの方角だということすらも考えてみる必要がなかったのです。女は櫛だの、郊外だの、かんざしだの、 ベニダのを大事にしました。彼が泥の手や山の獣の血に濡れた手でかすかに着物に触れただけでも女は彼を叱りました。まるで着物が女の命であるように、そしてそれを守ることが自分の務めであるように、身の周りを清潔にさせ家の手入れを命じます。 その着物は一枚の小袖と細紐だけではこと足りず、何枚かの着物と、いくつもの紐と、そしてその紐は妙な形に結ばれ、不必要に垂れ流されて、いろいろの飾り物を付け足すことによって、一つの姿が完成されていくのでした。男は目を見張りました。そして、単性を漏らしました。彼は、 納得させられたのです。かくして一つの美が成り立ち、その美に彼が満たされている。それは疑る余地がない。個としては意味を持たない不完全かつ不可解な断片が集まることによって一つのものを完成する。そのものを分解すれば無意味なる断片に帰する。それを彼は 彼らしく一つの妙なる魔術として納得させられたのでした。男は山の木を切り出して女の命じるものを作ります。何者が、そして何用に作られるのか、彼自身、それを作りつつあるうちは知ることができないのでした。それは、故障と肘掛けでした。 故障はつまり椅子ですお天気の日女はこれを外へ出させて日向にまた木陰に腰掛けて目をつぶります。部屋の中では肘掛けにもたれて物思いにふけるようなそしてそれはそれを見る男の目にはすべてが異様な生めかしく悩ましい姿に他ならぬのでした。 魔術は現実に行われており彼自らがその魔術の助手でありながらその行われる魔術の結果に常にいぶかりそして短縮するのでしたびっこの女は朝ごとに女の長い黒髪をくし削りますそのために用いる水を男は谷川の特に遠い清水から汲み取り そして特別そのように注意を払う自分のロークを懐かしみました。自分自身が魔術の一つの力になりたいということが男の願いになっていました。そして彼自身、串削られる黒髪に我が手を加えてみたいものだと思います。いやよ、そんな手は。と、女は男を払いのけて叱ります。 男は子供のように手を引っ込めて照れながら黒髪に艶が立ち結ばれそして顔が現れ一つの美が描かれ生まれてくることを見果てぬ夢に思うのでした。こんなものがなあ。彼は模様のある櫛や飾りのある郊外をいじり回しました。それは彼が 今までは意味も値打ちも認めることのできなかったものでしたが今もなお物と物との調和や関係飾りという意味の批判はありませんけれども魔力がわかります魔力は物の命でした物の中にも命がありますお前がいじってはいけないよなぜ毎日決まったように手を出すのだろうね 不思議なものだなあ何が不思議なのさ。何がってこともないけどさ。と男は照れました。彼には驚きがありましたが、その対象はわからぬのです。そして男に都を恐れる心が生まれていました。その恐れは恐怖ではなく知らないということに対する周知と不安で、 物知りが未知の事柄に抱く不安と周知に似ていました。女が都というたびに彼の心は怯えおののきました。けれども彼は目に見える何者も恐れたことがなかったので恐れの心に馴染みがなく恥じる心にも慣れていません。そして彼は都に対して敵意だけを持ちました。 何百何千の都からの旅人を襲ったが手に立つものがなかったのだからと彼は満足して考えました。どんな過去を思い出しても裏切られ傷つけられる不安がありません。それに気づくと彼は常に愉快でまた誇りやかでした。彼は女の美に対して自分の強さを対比しました。 そして強さの自覚の上で多少の苦手と見られるものはイノシシだけでしたそのイノシシも実際はさして恐るべき敵でもないので彼はゆとりがありました都には牙のある人間がいるかい弓を持った侍がいるよははは弓なら俺は 谷の向こうのスズメの子でも落とすのだからな。都には刀が折れてしまうような川の硬い人間はいないだろう。鎧を着た侍がいるよ。鎧は刀が折れるのか折れるよ。俺は熊もイノシシも組み伏せてしまうのだからな。お前が本当に強い男なら私を都へ連れて行っておくれ。 お前の力で私の欲しいもの、都の水を私の身の回りへ飾っておくれ。そして私に真から楽しい思いを授けてくれることができるなら、お前は本当に強い男なのさ。わけのないことだ。男は都へ行くことに心を決めました。彼は都にありとある。 串や郊外やかんざしや着物や鏡や紅を三日三晩と立たないうちに女の周りへ積み上げてみせるつもりでした。何の気がかりもありません。一つだけ気にかかることは全く都に関係のない別なことでした。それは桜の森でした。二日か三日の後に 森の満開が訪れようとしていました。今年こそ、彼は決意していました。桜の森の花盛りの真ん中で、身動きもせず、じっと座っていてみせる。彼は毎日密かに桜の森へ出かけて、つぼみの膨らみを測っていました。あと三日、彼は、 出発を急ぐ女に言いました。お前に支度の面倒があるものかねと、女は眉を寄せました。じらさないでおくれ。都が私を呼んでいるのだよ。それでも約束があるからね。お前が帰この山奥に約束した誰がいるのさ。それは誰もいないけれどもね。 けれども、約束があるのだよ。それはまあ、珍しいことがあるものだね。誰もいなくって、誰と約束するのだえ男は嘘がつけなくなりました。桜の花が咲くのだよ。桜の花と約束したのかえ桜の花が咲くから、それを見てから出かけなければならないのだよ。 どういうわけで桜の森の下へ行ってみなければならないからだよ。だから、なぜ行ってみなければならないのよ。花が咲くからだよ。花が咲くからなぜさ。花の下は冷たい風が張り詰めているからだよ。花の下に変え花の下は果てがないからだよ。花の下が変え 男はわからなくなってくしゃくしゃしました。私も鼻の下へ連れて行っておくれ。それはダメだ。男はきっぱり言いました。一人でなくちゃダメなんだ。女は苦笑しました。男は苦笑というものを初めて見ました。そんな意地の悪い笑いを彼は今まで知らなかったのでした。 そしてそれを彼は意地の悪いという風うには判断せずに刀で切っても切れないようにと判断しました。その証拠には苦笑は彼の頭に刃を押したように刻みつけられてしまったからです。それは刀の刃のように思い出すたびにチクチク頭を切りました。そして彼がそれを切ることはできないのでした。 三日目が来ました。彼は密かに出かけました。桜の森は満開でした。一足踏み込むとき、彼は女の苦笑を思い出しました。それは今までに覚えのない鋭さで頭を切りました。それだけでもう彼は混乱していました。花の下の冷たさは果てのない四方からどっと押し寄せてきました。 彼の体はたちまちその風に吹きさらされて透明になり、四方の風はゴーゴーと吹き通り、すでに風だけが張り詰めているのでした。彼の声のみが叫びました。彼は走りました。何という虚空でしょう。彼は泣き、祈り、もがき、ただ逃げ去ろうとしていました。そして、 花の下を抜け出したことが分かったとき、夢の中から我に返った同じ気持ちを見出しました。夢と違っていることは、本当に息も絶え絶えになっている身の苦しさでありました。男と女とびっこの女は、 都に住み始めました男は夜ごとに女の命じる邸宅へ忍び入りました着物や宝石や送信具も持ち出しましたがそれのみが女の心を満たすものではありませんでした女の何より欲しがるものはその家に住む人の首でした 彼らの家にはすでに何十の邸宅の首が集められていました。部屋の四方のついたてに仕切られて首は並べられ、ある首は吊るされ。男には首の数が多すぎて、どれがどれやらわからなくとも女はいちいち覚えており、すでに毛が抜け、肉が腐り、白骨になってもどこの垂れということを覚えていました。 男やビッこの女が首の場所を変えると怒り、ここはどこの家族、ここは誰の家族とやかましく言いました。女は毎日首遊びをしました。首は家来を連れて散歩に出ます。首の家族へ別の首の家族が遊びに来ます。首が恋をします。女の首が 男の首を振り、また男の首が女の首を捨てて女の首を泣かせることもありました。姫君の首はダイナゴンの首に騙されました。ダイナゴンの首は月のない夜、姫君の首の恋する人の首の振りをして死ぬんでいってちぎりを結びます。ちぎりの後に姫君の首が気がつきます。姫君の首は。 大納言の首を憎むことができず、我が身の定めの悲しさに泣いて、天になるのでした。すると大納言の首は天寺へ行って、天になった姫君の首を犯します。姫君の首は死のうとしますが、大納言の囁きに負けて、天寺を逃げて、山品の里へ隠れて、大納言の首の囲い物となって、髪の毛を生やします。姫君の首も、 大納言の首ももはや毛が抜け、肉が腐り、うじ虫が湧き、骨が覗けていました。二人の首は酒盛りをして鯉にたわぶれ、歯の骨と歯の骨と噛み合ってカチカチなり、腐った肉がペチャペチャくっつき合い、鼻もつぶれ、目の玉もくり抜けていました。 ぺちゃぺちゃとくっつき二人の顔の形が崩れるたびに女は大喜びでけたたましく笑いさざめきました。ほれ、ほっぺたを食べてやりなさい。ああ、おいしい。姫君の喉も食べてやりましょう。はい、目の玉もかじりましょう。すすってやりましょうね。はい、ペロペロ。あら、おいしいね。 もうたまらないのよ。ねえ、ほら、うんとかじりついてやれ。女はカラカラ笑います。きれいな澄んだ笑い声です。薄い陶器が鳴るような爽やかな声でした。坊主の首もありました。坊主の首は女に憎がられていました。いつも悪い役を振られ、 憎まれて、なぶり殺しにされたり、役人に処刑されたりしました。坊主の首は、首になって後にかえって毛が生え、やがてその毛も抜けて、腐り果て、白骨になりました。白骨になると、女は別の坊主の首を持ってくるように命じました。新しい坊主の首は、まだ裏若い。 みずみずしいチゴの美しさが残っていました。女は喜んで机に乗せ、酒を含ませ、頬ずりして、舐めたりくすぐったりしましたが、じき、飽きました。もっと太った憎たらしい首よ。女は命じました。男は面倒になって、五つほどぶら下げてきました。 よぼよぼの老荘の首も、眉の太い、ほっぺたの厚い、カエルがしがみついているような鼻の形の顔もありました。耳の尖った馬のような坊主の首も、ひどく神妙な首の坊主もあります。けれども女の気に入ったのは一つでした。それは、五十ぐらいの大坊主の首で、部男で目尻が垂れ、 頬がたるみ、唇が厚くて、その重さで口が開いているような、だらしのない首でした。女は垂れた目尻の両端を両手の指の先で押さえて、くりくりと吊り上げて回したり、獅子花の穴へ二本の棒を差し込んだり、逆さに立てて転がしたり、抱きしめて、 自分の父を熱い唇の間へ押し込んでしゃぶらせたりして大笑いしました。けれども、時期に飽きました。美しい娘の首がありました。清らかな、静かな、高貴な首でした。子供っぽくて、そのくせ死んだ顔ですから、 妙に大人びた憂いがあり、閉じられたまぶたの奥に、楽しい思いも、悲しい思いも、ませた思いも、一度にごっちゃに隠されているようでした。女はその首を自分の娘か妹のように可愛がりました。黒い髪の毛をすいてやり、顔にお化粧してやりました。 ああでもない、こうでもないと念を入れて、花の香りの群立つような優しい顔が浮き上がりました。娘の首のために一人の若い気公師の首が必要でした。気公師の首も念入りにお化粧され、二人の若者の首は燃え狂うような恋の遊びにふけります。拗ねたり、怒ったり、 憎んだり、嘘をついたり騙したり、悲しい顔をしてみせたり。けれども二人の情熱が一度に燃え上がるときは、一人の火がめいめい他の一人を焼き焦がして、どっちも焼かれて舞い上がる火炎になって燃え混じりました。けれども間もなく、悪侍だの、色好みの大人だの、 悪そうだの、汚い首が邪魔に出て、気候師の首は蹴られて打たれた挙句に殺されて、右から左から前から後ろから、汚い首がごちゃごちゃ娘に挑みかかって、娘の首には汚い首の腐った肉がへばりつき、牙のような歯に食いつかれ鼻の先が欠けたり、毛がむしられたりします。 すると、女は娘の首を針でつついて穴を開け、小刀で切ったり、えぐったり、誰の首よりも汚らしい、目も当てられない首にして投げ出すのでした。男は都を嫌いました。都の珍しさも慣れてしまうと、馴染めない気持ちばかりが残りました。 彼も都では人並みに水管を着てもすねを出して歩いていました。白昼は刀を刺すこともできません。市へ買い物に行かなければなりませんし、白首のいる居酒屋で酒を飲んでも金を払わねばなりません。市の商人は彼をなぶりました。野菜を積んで売りに来る田舎女も子供までなぶりました。 白首も彼を笑いました。都では貴族は牛舎で道の真ん中を通ります。水管を着た裸足の家来は大概振る舞い酒に顔を赤くして威張り散らして歩いて行きました。彼は間抜、ま、けだの、馬鹿だの、のろまだのと、市でも路上でもお寺の庭でも怒鳴られました。 それでもう、それぐらいのことには腹が立たなくなっていました。男は何よりも退屈に苦しみました。人間どもというものは退屈なものだと彼はつくづく思いました。彼はつまり人間がうるさいのでした。大きな犬が歩いていると小さな犬が吠えます。男は 吠えられる犬のようなものでした。彼は、ひがんだり、ねたんだり、すねたり、考えたりすることが嫌いでした。山の獣や、木や、川や、鳥は、うるさくはなかったがな、と彼は思いました。都は退屈なところだなあ、と彼はびっこの女に言いました。 お前は山へ帰りたいと思わないか私は都は退屈ではないからね。とビッコの女は答えました。ビッコの女は一日中料理をこしらえ洗濯し、近所の人たちとおしゃべりしていました。都ではおしゃべりができるから退屈しないよ。私は山は退屈で嫌いさ。 お前はおしゃべりが退屈でないのか当たり前さ。誰だって喋っていれば退屈しないものだよ。俺は喋れば喋るほど退屈するのにな。お前は喋らないから退屈なのさ。そんなことがあるものか。喋ると退屈するから喋らないのだ。でも喋ってごらんよ。きっと退屈を忘れるから。何を。 何でもしゃべりたいことをさ。しゃべりたいことなんかあるものか。男はいまいましがってあくびをしました。都にも山がありました。しかし山の上には寺があったりいおりがあったり、そしてそこにはかえって多くの人の往来がありました。 山から都が一目に見えます。なんというたくさんの家だろう。そしてなんという汚い眺めだろうと思いました。彼は毎晩人を殺していることを昼はほとんど忘れていました。なぜなら彼は人を殺すことにも退屈しているからでした。何も興味はありません。 刀で叩くと首がぽろりと落ちているだけでした。首は柔らかいものでした。骨の手応えは全く感じることがないもので、大根を切るのと同じようなものでした。その首の重さの方が彼にはよほど意外でした。彼には女の気持ちがわかるような気がしました。 金付き堂では一人の坊主がやけになって金をついています。なんという馬鹿げたことをやるのだろうと彼は思いました。何をやり出すかわかりません。こういう奴らと顔を見合って暮らすとしたら、俺でも奴らを首にして一緒に暮らすことを選ぶだろうさと思うのでした。けれども彼は女の欲望にキリがないので、 そのことにも退屈していたのでした。女の欲望はいわば常に霧もなく空を直線に飛び続けている鳥のようなものでした。休む暇なく常に直線に飛び続けているのです。その鳥は疲れません。常に爽快に風を切り、スイスイと小気味よく無限に飛び続けているのでした。 けれども彼はただの鳥でした。枝から枝を飛び回りたまに谷を渡るぐらいがせいぜいで枝に止まってうたた寝しているフクロウにも似ていました。彼は敏将でした。全身がよく動きよく歩き動作は生き生きしていました。彼の心はしかし尻の重たい鳥なのでした。 彼は無限に直線に飛ぶことなどは思いもよらないのです。男は山の上から都の空を眺めています。その空を一羽の鳥が直線に飛んでいきます。空は昼から夜になり、夜から昼になり、無限の明暗が繰り返し続きます。その果てに何もなく、 いつまで経ってもただ無限の明暗があるだけ。男は無限を事実において納得することができません。その先の日、その先の日、そのまた先の日、明暗の無限の繰り返しを考えます。彼の頭は割れそうになりました。それは考えの疲れでなしに、考えの苦しさのためでした。 家へ帰ると、女はいつものように首遊びにふけっていました。彼の姿を見ると、女は待ち構えていたのでした。今夜は白拍子の首を持ってきておくれ。とびきり美しい白拍子の首だよ。舞を回せるのだから。私が今よを歌って聞かせてあげるよ。 男はさっき山の上から見つめていた無限の明暗を思い出そうとしましたこの部屋があのいつまでも果てのない無限の明暗の繰り返しの空のはずですがそれはもう思い出すことができませんそして女は鳥ではなしにやっぱり美しいいつもの女でありましたけれども彼は答えました 俺は嫌だよ。女はびっくりしました。そのあげくに笑い出しました。おやおや、お前も臆病風に吹かれたの。お前もただの弱虫ね。そんな弱虫じゃないのだ。じゃあ何さ。きりがないから嫌になったのさ。あらおかしいね。何でもきりがないものよ。 毎日毎日ごはんを食べてキリがないじゃないか。毎日毎日眠ってキリがないじゃないか。それと違うのだ。どんなふうに違うのよ。男は返事に詰まりました。けれども違うと思いました。それで、言いくるめられる苦しさを逃れて外へ出ました。白よしの首を持っておいで。 女の声が後ろから呼びかけましたが彼は答えませんでした。彼はなぜどんな風に違うのだろうと考えましたがわかりません。だんだん夜になりました。彼はまた山の上へ登りました。もう空も見えなくなっていました。彼は気がつくと 空が落ちてくることを考えていました。空が落ちてきます。彼は首を締めつけられるように苦しんでいました。それは女を殺すことでした。空の無限の明暗を走り続けることは女を殺すことによって止めることができます。そして空は落ちてきます。 彼はほっとすることができます。しかし彼の心臓には穴が開いているのでした。彼の胸から鳥の姿が飛び去りかき消えているのでした。あの女が俺なんだろうか。そして空を無限に直線に飛ぶ鳥が俺自身だったのだろうか。と彼は疑りました。 女を殺すと、俺を殺してしまうのだろうか。俺は何を考えているのだろう。なぜ空を落とさねばならないのだか、それもわからなくなっていました。あらゆる壮年が捉え難いものでありました。そして想念の引いた後に残るものは苦痛のみでした。夜が明けました。 彼は女のいる家へ戻る勇気が失われていました。そして数日山中をさまよいました。ある朝目が覚めると彼は桜の花の下に寝ていました。その桜の木は一本でした。桜の木は満開でした。 彼は驚いて飛び起きましたが、それは逃げ出すためではありません。なぜなら、たった一本の桜の木でしたから。彼は鈴鹿の山の桜の森のことを突然思い出していたのでした。あの山の桜の森も花盛りに違いありません。彼は懐かしさに我を忘れ、深い物思いに沈みました。 山へ帰ろう。山へ帰るのだ。なぜこの単純なことを忘れていたのだろう。そして、なぜ空を落とすことなどを考えふけていたのだろう。彼は悪夢の覚めた思いがしました。救われた思いがしました。今までその近くまで失っていた山の早春の匂いが身に迫って、 強く冷たくわかるのでした。男は家へ帰りました。女は嬉しげに彼を迎えました。どこへ行っていたのさ。無理なことを言ってお前を苦しめてすまなかったわね。でもお前がいなくなってからの私の寂しさを察しておくれな。女がこんなに優しいことは 今までにないことでした。男の胸は痛みました。もう少しで彼の決意は溶けて消えてしまいそうです。けれども彼は思い消しました。俺は山へ帰ることにしたよ。私を残して帰そんな無ごたらしいことがどうしてお前の心に住むようになったのだろう。女の目は 怒りに燃えました。その顔は裏切られた悔しさでいっぱいでした。お前はいつからそんな白状者になったのよ。だからさ、俺は都が嫌いなんだ。私というものがいてもかえ俺は都に住んでいたくないだけなんだ。でも、私がいるじゃないか。お前は私が嫌いになったのかえ 私はお前のいない留守はお前のことばかり考えていたのだよ。女の目に涙のしずくが宿りました。女の目に涙の宿ったのは初めてのことでした。女の顔にはもはや怒りは消えていました。つれなさを恨む切なさのみが溢れていました。だってお前は都でなきゃ住むことができないのだろう。 俺は山ででななきゃ住んいいられないのだ私はお前と一緒でなきゃ生きていられないのだよ。私の思いがお前にはわからないのかね。でも俺は山でなきゃ住んでいられないのだぜ。だからお前が山へ帰るなら私も一緒に山へ帰るよ。私はたとえ一日でもお前と離れて生きていられないのだもの。女の目は涙に濡れていました。 男の胸に顔を押し当てて熱い涙を流しました。涙の熱さは男の胸に染みました。確かに女は男なしでは生きられなくなっていました。新しい首は女の命でした。そしてその首を女のためにもたらすものは彼の他にはなかったからです。彼は女の一部でした。 女はそれを話すわけにいきません。男のノスタルジーが満たされた時再び都へ連れ戻す確信が女にはあるのでした「でもお前は山で暮らせるかえお前と一緒ならどこででも暮らすことができるよ」「山にはお前の欲しがるような首がないのだぜお前と首とどっちか一つを選ばなければならないなら 私は首を諦めるよう夢ではないかと男は疑りましたあまり嬉しすぎて信じられないからでした夢にすらこんな願ってもないことは考えることができなかったのでした彼の胸は新たな希望でいっぱいでしたその訪れは唐突で乱暴で今のさっきまでの苦しい思いが もはや捕らえ難い彼方へ隔てられていました。彼はこんなに優しくはなかった昨日までの女のことも忘れました。今と明日があるだけでした。二人は直ちに出発しました。びっこの女は残すことにしました。そして出発の時、 女はビッコの女に向かって、時期帰ってくるから待っておいで、と密かに言い残しました。目の前に昔の山々の姿が現れました。呼べば答えるようでした。弓道を取ることにしました。その道は、 もう踏む人がなく、道の姿は消え失せて、ただの林、ただの山坂になっていました。その道を行くと、桜の森の下を通ることになるのでした。背負っておくれ。こんな道のない山坂は、私は歩くことができないよう。ああ、いいとも。 男は軽々と女を背負いました。男は初めて女を得た日のことを思い出しました。その日も彼は女を背負って峠のあちら側の山道を登ったのでした。その日も幸せでいっぱいでしたが、今日の幸せはさらに豊かなものでした。初めてお前に会った日も、 おんぶしてもらったわね。と、女も思い出して言いました。俺もそれを思い出していたのだぜ。男は嬉しそうに笑いました。ほら見えるだろう。あれがみんな俺の山だ。谷も木も鳥も雲まで俺の山さ。山はいいなあ。 走ってみたくなるじゃないか。都ではそんなことはなかったからな。初めての日はおんぶしてお前を走らせたものだったわね。本当だずだ。随分疲れて目が回ったものさ。男は桜の森の花盛りを忘れてはいませんでした。しかし、この幸福な日に、 あの森の花盛りの下がどれほどのものでしょうか。彼は恐れていませんでした。そして桜の森が彼の眼前に現れてきました。まさしく一面の満開でした。風に吹かれた花びらがパラパラと落ちています。土肌の上は一面に花びらが敷かれていました。この花びらは どこから落ちてきたのだろう。なぜなら花びらの一ひ,ひらが落ちたとも思われぬ満開の花の房が見はるかす頭上に広がっているからでした。男は満開の花の下へ歩き込みました。あたりはひっそりとだんだん冷たくなるようでした。彼はふと 女の手が冷たくなっているのに気がつきました。にわかに不安になりました。とっさに彼はわかりました。女が鬼であることを。突然、ドッという冷たい風が鼻の下の四方の果てから吹き寄せていました。男の背中にしがみついているのは全身が紫色の 顔の大きな老婆でした。その口は耳まで裂け、縮れた髪の毛は緑でした。男は走りました。振り落とそうとしました。鬼の手に力がこもり、彼の喉に食い込みました。彼の目は見えなくなろうとしました。彼は夢中でした。全身の力を込めて、鬼の手を緩めました。 その手の隙間から首を抜くと背中を滑ってどさりと鬼は落ちました。今度は彼が鬼にくみつく番でした。鬼の首を締めました。そして彼がふと気づいた時、彼は全身の力を込めて女の首を締めつけ、そして女はすでに息絶えていました。 彼の目はかすんでいました。彼はより大きく目を見開くことを試みましたが、それによって視覚が戻ってきたように感じることができませんでした。なぜなら、彼の締め殺したのは、さっきと変わらず、やはり女で、同じ女の死体がそこにあるばかりだからでありました。彼の呼吸は止まりました。 彼の力も、彼の思念も、すべてが同時に止まりました。女の死体の上には、すでにいくつかの桜の花びらが落ちてきました。彼は女を揺さぶりました。呼びました。抱きました。とろうでした。彼はわっと泣きふしました。 かれがこの山にすみついてからこの日まで泣いたことはなかったでしょうそしてかれが自ぜんに我にかえった時かれの背には白い花びらが積もっていましたそこは桜の森のちょうど真ん中のあたりでした四方の果ては花にかくれて奥が見えませんでした 日頃のような恐れや不安は消えていました。花の果てから吹き寄せる冷たい風もありません。ただひっそりと、そしてひそひそと花びらが散り続けているばかりでした。彼は初めて桜の森の満開の下に座っていました。 いつまでもそこに座っていることができます。彼はもう帰るところがないのですから。桜の森の満開の下の秘密は誰にも今もわかりません。あるいは孤独というものであったかもしれません。なぜなら男はもはや 孤独を恐れる必要がなかったのです。彼自らが孤独自体でありました。彼は初めて四方を見回しました。頭上に花がありました。その下にひっそりと無限の虚空が満ちていました。ひそひそと花が降ります。 それだけのことでほかには何の秘密もないのでしたほど経て彼はただ一つの生温かな何者かを感じましたそしてそれが彼自身の胸の悲しみであることに気がつきました 花と湖空のさえた冷たさに包まれて、ほの温かい膨らみが少しずつわかりかけてくるのでした。彼は女の顔の上の花びらを取ってやろうとしました。彼の手が女の顔に届こうとしたときに、何か変わったことが起こったように思われました。 すると彼の手の下には降り積もった花びらばかりで女の姿はかき消えてただいくつかの花びらになっていましたそしてその花びらをかき分けようとした彼の手も彼の体も伸ばした時にはもはや消えていました後に花びらと 冷たい虚空が張り詰めているばかりでした。